席になります。であのたくさんの席の形があるんですけど、ここはあくまで市営ということですので、たくさんの方、できるだけたくさんの方も入っていただいてお茶会を催せるようにというので広間で、あの気軽に、靴のまま入れる流霊席、もう一つどうしてもあの四日市の茶道連盟の先生方が本格的な茶室もぜひ一つというので、コマという、ここがあります。で ここの本格的な3つの茶室の構成でできているのが止水庵で、こちらは水屋って、この広間のお茶出しを準備する部屋ですね。あの水屋っていうと食器棚とかいうイメージもあるんですけど、食堂でいう厨房に値します。なので厨房を作るときはあの客席と同じだけの広さの準備スペースがいるよっていうのはお茶室にも当てはまりまして、だいたい広間でもてなすのと同じぐらいの準備の部屋の水屋というのが必要なのが普通ですけども、意外と水屋っていう言葉で片付けられて、一般的にやるとここが狭く作られてしまうので、お茶をやる人からするとそこが一番タブーと言われてます。設計屋とのギャップが多いところと言われてますね。でこちらに行くと、でここ茶室のようなんですけど、ここも水屋なんです。でここ水屋イコール厨房ですから、こちらでもてなすための準備の部屋です。あ、じゃあお客様こちらに、客はここに来るのに、今廊下しか通ってこえへんかったって思うじゃないですか、はい、なんてかって、ここコマっていうところは基本的に二次入り口っていう、はい、こう吸って入るところですね。ここから入ってもらう、にじり口です。にじり口ですね。なんでこっちにお客さんが行くことはないので、うん、こういう構成です。このコマっていうのが本格的な、茶室になります。うん、ここは4畳半大目、この4分の3の畳で、手前用の畳が別にあって、まるまる4畳半があって、で床があるという。友情半大目という本格的な駒、まあ、昔から言うと広間にもなるんですけど、まあ5人ぐらいかな、まで究極はまあ1対1が。でここは電気はついてない、ついてないですよ。みんなあのろうそくでやります、基本昔のままなんで。じゃあ昔もこういう、まあ、光量というか、あのこんなで、そのためにこう加藤窓って言って、その時の季節あれによってこうやってここをこう明るくしといて、上から光取ったりとかいう細工がしてあります。その時の時勢に合わせてこう開けて、で夜やる時はもう完全ろうそくですね、やるっていうもので、今ちょっと外から多分もうみんな雨戸がかぶってるので暗いですけど、もう手前のところだけは現代なんで、これついてますね。これは何か、これは炉ですね。あ、でここで釜をかけてお湯を沸かします。でここはもう市の施設なんで、本当の火ではダメってなってますので、これ電気炉が埋めてあります、本物の灰の周りに。で炉を使う期間っていうのは冬場って決まってて、ちょうど11月から5月までが炉になります。で6月から
11月までから5月で、6月から10月中は、フローっていうんですか、置くやつですね、うん、になります。この蓋も昔からやっぱりこういうなんか、そうですね、いろいろ皆さん工夫されて、あ、いろんな形があるんですね、はい、ここ本格的なコマですね、はい、まあ、構成としては、全部新形相になってて、このお客さんが座る、メインのお客さんが座るこの間の前のところが真の天井で、こうまっすぐで板でなってますね。で、その他の次のクライアントは行って形でこう斜めにして、もう少し軽快な材料で組み合わせて、で、もてなす側の手前する人の場所はそうと、もうちょっと崩して柔らかくして、ここで真行層の変化を見せながら、あしらってるのがこのコマですね。あの新行僧というのはどういう字を書くんですかね。あの字と一緒で、あの誠っていう字と、行は行うですね、僧、はい、は草です、うん、あの漢字で、漢字ひらがなでもあるのか、あの新書僧書行書、新書行書僧書って徐々に崩していきますよね。そういう意味ですね。あれと一緒です。まあ、ここにはこうやって書いてるのか忘れました。何か、何か、それでこちらに行くと頭が、ここはもう水屋、先ほど言いました、ね、あ、水屋ですね、準備部屋ですね。ここに茶碗を並べたり洗ったりというところです、うん、でここに、予備でお湯を沸かしておく、うん、お湯を沸かしたら炭を入れておくところですね。で、給仕する人はここは、ここは、ここからお菓子とかそういうのをこう一回頭を下げて入るためにわざと低くしてる、うん、お手前する人はここからこう、はい、入ってお手前する。その辺も細かいのがあるんですね。あります。あの下がり方とか。流派によって右から入るとか左から入るとか。ああ。いろいろ。ここは突っ込みなんでこうバックで下がると思います。